はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。8月は20日になりました。まだ暑いですね、ほんまにね。お盆も過ぎたのに、結構ね、電車に人が戻ってきましたね。今日もこんななりながら来ましたけど、そんなあれですよ、乗ったの10時頃ですよ。じゃあ10時頃ちゃうわ、9時半頃かな。9時40分頃かな、9時50分頃かな。それでもこんなあってますよ、私。はい、行きましょう。大紀元にこんな記事が出まして、中国 TP リンク社製ルーターがハッキングリスク、国家安全保障を脅かす米国議員が調査を要求というタイトルでして、一見よくわからんのですけども、ちょっとそれだけ読みますね。アメリカ合衆国議会の民主党および共和党の議員たちは、中国の TP リンク社製ルーターがアメリカに対するサイバー攻撃の手段として利用される可能性があるとして、バイデン政権に調査を要求している。その理由は、同社が製造する Wi-Fi ルーターが前述したように国家安全保障に対する脅威となる恐れがあるためであるということでですね。 TP リンク社って何か聞いたことあるでしょこれね、世界で最大のですね、ルーターの製造会社なんですって。だからアメリカ中に販売台数で世界最大の Wi-Fi ルーターメーカーであると。 TP リンクはね、それが中国の会社で、これがですね、アメリカに対するサイバー攻撃に利用される可能性があると。確かにこの Wi-Fi ルーターというものがなければですね、私もこれ Wi-Fi 使ってますよ。このあれですね、事務所内ではですね、昔は有線やったんですけども、ちょっと離れてしまったんでですね、別に有線でもつなげられるんですけど、めんどくさいやと。 Wi-Fi でもほぼですね、同じ速さが得られますでしょう。だからですね、今はですね、Wi-Fi 使ってますけども、あのルーターにですね、何か変なものが仕込まれていてですね、それが中国政府の思いのままにですね、何か操作されるっていうなったらですね、もうアウトですね。しかもWi-Fi っていうのは、Wi-Fi ルーターっていうのは全ての情報が通りますから、私がこのですね、この事務所内でやってることをですね、筒抜けにしようと思えば、筒抜けにして、中国政府はその情報をですね、取ることができますよね。まさか中国政府が私の情報なんか取りに来るとは思えない。取りに来てるかもしれませんね、いざという時のために、何かの時のために。まあただでもね、うちのね、 Wi-Fi ルーターはね、中国製ちゃいましたね何言うたって分かりませんけどね、どこで何を抜き取られてるか分かりませんからね、今の世の中は。本当になんでですね、でもアメリカでこういうことが問題になっているということは、何かのエビデンスが出たんでしょうね。でこれで思ったんですけどね、ファーウェイもそうですけど、こうやってですね、アメリカからですね、情報機材、中国製の情報機材がですね、一個一個ですね、オミットされていくんですよ。で、でもね、そのオミットするのはいいけども、他のものでこう変えなければいけないわけですね。例えばファーウェイのスマホであれば、私のファーウェイですけど別にアメリカのアップル社のものを使えばいいわけで、ちょっと高いけど。であるいはですね、日本は作ってませんけど、韓国のサムソンを代わりに使えばいいわけですけどもですね、 Wi-Fi ルーターもですね、中国製のこの TP リンクが世界最大のシェアを持ってるわけでしょ。でこれをアメリカ国内で禁止にするんであればですね、違うですね、日本のバッファローかなんか売りに行くんでしょうかねその辺はよう分かりませんけど、と言いながら、バッファローの、ね、Wi-Fi ルーターを、ね、製造してるのは多分中国でしょ。日本の国内で作ってるとは思いません。なんでですね、結局こういうのってですね、完全な状態まで持っていけるのかどうか、いたちごっこちゃうんかなというような気もしますけどね。ただアメリカ人ってね、一旦このなんていうのかな、こういうことを疑い出したらですね、割としつこめにですね、いろいろやってくるんで、これからですね、徐々にですね、やっぱり中国製の機材、情報機材っていうのは、アメリカ国内から追い出されていって、最後はほぼアメリカ製なんか、アメリカ国内では買えへんで、アメリカ製、中国製なんか、アメリカ国内では買えへんで、みたいなですね、そういうふうになっていくんでしょうかね、これ5年ぐらいかけて。それは分かりませんけどね。
で今あのアップルにしたところでですね、製造拠点を中国から移そうとしていますよね。なんで他の情報機材の会社、例えばバッファローとかも中国で作ってるんであればですね、それをベトナムやインドネシアやですね、フィリピン、タイに移そうと、そういうふうにしていくんではないんでしょうかね。まあ本当にですね、サイバー攻撃に使われるようなプログラミングが入ってるのかどうかは知りませんよ。そんなん知りませんよ。そんなん知りませんけどもですね、アメリカ人は疑い出したら結構ですね、きついしですね、なんていうのかな、そうなったらあんまりね、エビデンスとか関係なしに、ね、キリッとなってしまうんですよ、アメリカ人も。まあね、ああいう人たちもそうなってしまうわけであってですね、そのあたりやっぱし中国というですね、米中関係という大きな地政学的な要因がですね、もうこの TP ルーターというですね、TP リンクかという会社にもですね、響いてくるわけですね。ただいつも申し上げる通りね、中国のですね、会社企業もですね、中国の人たちもですね、中国政府が要求したらですね、自分が持っている技術はですね、伝えなければならないという法律があるんですよ。つまり中国人は全員中国政府のスパイになりうるわけです。ならなければ罰せられるわけですね。で自分がですね、アメリカに行ってそんな関係ないもんって言ってたら、中国にいる家族が代わりに罰せられるんです。なんと野蛮な国ですね、本当に。でもそれが中国という国なんですよ。なんでですね、まあ、それをやめさすには今の共産党の政権が倒れてですね、もうちょっとまともな政権になればいいんですけど、まあそんなうまくはいくとは限らない。まあ共産党の政権は間もなく倒れるかも分かりませんけどもですね、まあしばらくは無政府状態みたいな、あるいは混乱状態みたいなのになるでしょうからですね、まあこういう問題を一気に解決する手法はないと思いますね。だからアメリカがやってるようにじわじわとやるしかないんでしょうね。で日本はこういうことに対してほぼ無防衛ですからですね、おそらく中国はですね、日本人の一人一人のデータをちゃんと持ってると思いますよ。でちゃんと私に関するデータもちゃんとあってですね、チッて打ったら出てくるんですきっと。それをどういうふうに使うのかは知りませんけどね。まあとりあえず面倒くさい国ですよね、中国っていうのはですね。その余計なねことをしなければいいのにね、なんか知らないけど余計な悪いことっていうふうにですね、こう企んでいくわけであってですね、厄介な連中ですね。で、昔からね、実はこうなることを予測していた人たちがいっぱいいるんですよね、チャイナシンドロームっていう。まあね、はい、ということで一応この大紀元のですね、大紀元のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。